こんにちは、しんじです。今回の動画では以前ね、紹介しているスコッチグレインの靴をね、修理に出そうかと思って動画をねちょっと撮ってます。その動画の中で紹介したこのね、伊勢丹別注の、僕が初めてねスコッチグレインで買ったこのねビジネスシューズがあるんですけれども、動画の中であんまりねこう見せてなかったんですけど、結構もうボロボロ、裏とかね、もうこんなこことかもうやばい。この間ね、その動画撮り終わった後にちょっと磨いてたんですけど、これはもう結構やばいなっていうことで、今回ね初めてねスコッチグレインに送って修理をねしてもらおうと思ってます。でスコッチグレインには匠ジャパンっていうところがあって、でそこではスコッチグレインを専門で修理とかメンテナンスをねしてくれるらしいんですよ。でそれはね、有料なんですけど、こういろいろ見てると下のソール部分、ここね、下の部分を全部張り替えてくれる。ここもかかとのヒール部分とか、もうここ含めて、もうだからもう上は生かすけど下は全部交換みたいなことができるので、それを今回はねちょっと依頼をしてみようかなと思ってますね。いろいろオールソール交換するにもいろいろソールの種類がある。でその種類もいろいろあるんですけど、それも種類ごとに値段が設定されてると。普通はトップゴムレザーソールかなと思うんですけど、なんとなくねテクノソールでもいいかなってちょっと思ってるんですよね。オールゴムみたいな感じで、レザーではないから滑りづらいよみたいな感じのものでもいいかなっていう風に思ってはいるんですけど、トップゴムレザーソールかテクノソールでちょっとね修理の依頼をしてみたいと思ってます。なのでどれだけね本当に綺麗になって帰ってくるのかなっていうことをちょっとねこう残しておきたいなっていうふうに思って、今回は動画をねこう撮っていると。こんな感じでね、多分この辺のシアはね治って帰ってくるわけがないんですけど、このオールソールを取り替える以外にもヒール化粧直しとかね、あと補修、その他補修、多分かかとのこういうところだけが破れちゃってるとか、そういうねところの補修とかもしてくれるみたいなんですけど、今回はオールソールでやります。でそのオールソールをやると中敷き、これですね、この中、これ伊勢丹メンズって入ってるけど、多分これはね変わっちゃうんだと思います。普通のになっちゃうと思います。で中敷きと、あと靴ひもね、靴ひもを無料で交換してくれると。であとはワックス仕上げ、靴磨きね、これ僕が磨いたこの靴磨きの感じが、そのねプロの方が磨いてどんぐらいまでねこの光沢の感じとかがすごくなって帰ってくるのかなっていうのがすごく楽しみで、オールソールはだいたい1万円ぐらい、どういうソールにね変えるかによっても値段が変わるんですけど、だいたい1万円ぐらい。はい、ということで今回はこのね伊勢丹の別注のスコッチグレインのシューズを修理に出しますよっていう動画をね作りました。このね初めてねスコッチグレインで買ったこの靴、すごくね本当に履きやすくて気に入っているのでね、やっぱりね1万円ぐらいだったら新しい靴とか買ってしまってもいいかなとは思うんですけど、かなりね僕はこれを気に入ってます。なので修理に出してね長く履いていけたらいいなと思っているわけです。こうねやっぱり革靴とかはね普通のスニーカーとかと違って大事にね履いていくのがねいいんじゃないかなって、足にもねやっぱ馴染んできてるっていうかね、これはねほんとねどの方かねちょっと分かんないんですけど、そのねスコッチグレインで売ってる靴の中の何の木型を使ってるかちょっと分かんないんですけど、すぐにねこれはね足に馴染んだというよりね、もう履いた瞬間ね多分革が良かったのかな、分かんないんですけど、これはね本当に良かったんですよ。なので修理に出してでももう一回履きたいなっていうねことで、今回これをね匠ジャパンさんに修理に出してみたいと思います。ということで今回の動画はこの辺で。しんじでした。